こちら、デブボです。今日は、我が家族の長、うん。あ、長。あ、長。長。はい。ガチョウ。ガチョウ。中田清さんです。はいはいはい、師匠。師匠、師匠ってなぁ、うん。コーチ、選手の間柄で、師匠って言ってる雰囲気っていうのが、どうも俺は周りに気を配ってたんだけど、お前配んなかったね。ずっと一貫して師匠だよね。どう師匠いろいろあったな。でも今考えればさ、あのお前と俺はやっぱりその前の選手会かな、ああ一番最初の出会いかな、あ、ね、あの隠し芸大会、隠し芸大会でさ、あれ師匠が選手会長で、うん、選手会にお金をなんとか貯めなきゃっていうんで始めたんですよね、うん、選手たち、僕らは、うん、ライオンズのレギュラーがちょうど優勝旅行行ってて、はいはいはい、一軍半の面白いやつらが行ったんですよ、うん、で翌年にだから3年目の時に師匠と会いました。3年目の時にオープン戦でバットくださいって、そう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 、おで元気かって言ってくれて、でくださいって言ったら巨人のレギュラーがバットが今ねえんだよって言った時にどうしたバットかちょうどねいい素材っていうか、はい、あの頃ベンスポーツってさ、ベンですよね、あもう本当にローカルのスポーツ店で、はい、でも一生懸命やってくれて、うん、いい材質をなんとか集めて、だって水野が全部持ってっちゃったやつのあまりの素材でやってる会社だからさ、ね、いいバットなんかできようがないんだけど、うん、その中でも一生懸命いいバット作ってくれたから本数がないのよ、うん、練習なんかもう音なんかこんなにボーン、ベーン、ベーンっていう、まあ、すっげえ音すやすってんだから、すごい、だから俺はすごい選手だったんだよお 前正直申し訳ないけど音的にはもうひどかったですもんね。最悪だろ。バットマンだったらわかるよな。高い音は全くしないですもんね。そうだよ。で、これね、皆さんね、音ってね、本当にいいやつはね、もう金属音なんですよ。そうそうそう、こう叩けば。高い音が出る。キーン、キーンってね、打てば響くって。そうそうそう、ね。それこそな、あれがまさしくそういう、そうなのよ、うん。俺は本当に響くんですよ。ベーン、ベーンって。もう手が震えるんですよ。そんなんで打ったらお前、ベーン。で何十年も経って今うちも店に置かせてもらってるんですけど、いま、うん、だに音が同じってじゃあ昔から湿気食ってたんじゃねえかってお前そういう言い方やめなさいよ師匠のグローブも初めて家お邪魔するようになってから、うん、今日家なんですよこれ、うん、で師匠の家で弁当あの使ってた現役オレンジだから、ね、いや師匠の家ですよで、うん、師匠 の, あのやっぱ巨人の選手が使うグローブってすごいと思ってイメージがあったわけですよ、うんうん、ここ来て弁のファーストミットこれ草野球でも使わないじゃねえかってあのね、もっと言ってくれていいんだけど、はい、そうすれば俺の技術力って分かるからさそういう道具を使って最高のプレイヤーをしてたんだよねそうすると本当のスーパースターってのは俺のことだって言うとかみんな分かるじゃないあのポケットも何もないっていうボールの入り口がないっていうあのバルタン星人のがまだあの江川さんのグローブ見た時も OB 戦でひどいだろひどいあいつなんかさ、当たればいいっていう感じだからね。臓器伸ばしたような感じだからさ。もうね、あの、感覚がないんだよね、指先にね。よくピッチャーゴロ取れましたよね。逃げたじゃん、全部だから。ピッチャーゴロ、ピッチャーライナー、ピッチャーゴロ、全部逃げてる場合だよ。グラブ出したふりしてるだけだから。で、あの時に、うん、OB 戦の時大雨だったじゃないですか。道、うん、会長が来場者がいっぱいいるから、うん、やるぞっていう噂がこう、ロッカー流れて、うん江川さんだけがずっと、うん、雨だよ、雨だよって、ああいう人なんですか、もともと。もう、だって、無理なことはやりたくないっていうタイプ。だって、ダメなものはダメだから。それをすごく割り切ってやるタイプだね。うん、でも、なんていうの、憎みきれないんだよね、あいつ。あ、そうですか。あいつはね、物が大きいから、でも、細かいこと結構気にするタイプなんだ、意外に。だから今言ったように、雨ですよ、雨ですよって言いながら、本当心の中ではさ、雨だよ、やめようよってさ、本当は言いたいんだけど、あいつが言えば本当だったら、やめるかもしれない、ね。それが影響力があるんだからさ、そこで言い切れない江川卓っていうのがいるのよ。あの体に似つかわない。そういうとこは繊細なんだよ。繊細ですよね。お前、血液ないの ?B です。B だろ、うん、唯一お前が守ってるだけで B だよ。あと、俺らの時代は、全員、山倉含め、内野陣、篠塚、俺、原、河野も、全員 A 型なんだよ。繊細なんですよ。師匠 A ですか？あ、お前。お前、典型的な A だろ、お前、俺は。あ、そうっすかね。お前、何年付き合ってんの？
付き合えばみんな大体わかるよ。スペシャル B みたいなとこありますちょっと気をつけなさいよな。だからお前師匠やめなさいって言ってるでしょ。繊細っちゃ繊細ですかね。いやだから強かったんだよな。あの連携プレーとか、まあ、相手の立場になってっていうのがやっぱ野球の原点じゃない。チームプレーの原点だから、常にどういうボールを投げたらいいか、あと何を準備すればいいかとかさ、そういうことを常に考えあってやってるから、あのサインプレーとかさ、あんなのがサインが出さないから、 目でアイコンタクトみたいな感じでいやキャッチャー山倉だ、出してないです、こうだもん、行くぞパチってなんで強かったんですかね、それで。いやそうだ、いやこんなあんまなかったんですか、サインプレー。いやあるよ、だから個人的にキャッチャーとフォワードの牽制って難しいじゃん。あれはアイコンとか2人が分かってればいい話だ。確かに。それが一番バレないですもんね。ああ、もうバレないんだ。一番何か仕草したりさ、何かするからバレるんだ。でも俺はもうアイコンタクトだから。それで最後に、こんな OK サインだよね。アンサーみたいな感じで。分かりやすいアンサーですね、これ。バレますもんね。師匠じゃなきゃ。だから例えばの話よ。だからそういう感じでやるから一発決まるわけ。僕らちっちゃい時、まあ師匠にもいつも言うけど、今もこう画面があって、うん、中田清だって常に思うんです。それは同じだよ、俺が長嶋さんを思う気持ちと一緒。最初に会った時に漫画の世界、劇画の世界みたいな感じで、そこ、ね、から自分は入り込めないんだよな、うん、入り込めないです。実際本物がそこにいるんだけど、それは劇画の世界なんだよ、ね、うん、確かに。そこから長嶋さんとこう目を見て話しかけるとかさ、うん、そういうことができないんだよね。やっぱそうですか。そうだったよ、まあ、今ミスターとかこうやって言えるようになったけど、うん、お前何年かかったと思う、そのとこまで行くまで。やっぱり、うん、そうですよ。じゃあ長嶋監督の家に師匠が行く時も、うん、ちょっと自分の中でさ、監督の家行けるぞみたいな嬉しさってないですか。俺があるんですよ。いやいや、それは師匠の家、師匠の家行く時、俺中畑清新家行ってくんだよ明日みたいな、周りには行く用事があることができたことが嬉しいんだよな。確かに。それ以外行けないじゃん。行けないですよね。ミスター、遊びに来ましたみたいな。行けるとこじゃないじゃん、さ。本当はそうやって行きたいんだけど、でもそれが叶わない世界だから、うん、なんか、まあ、監督就任するとかさ、そういう時に相談行くじゃない、彼は。そういう時に行ける、その理由ができたことが嬉しいんだよな。そうすると胸張っていけるじゃん。で話をしてもらえるさ。ダメになっちゃってます？いやいや、もう大丈夫。もうあの一度切れたのは、なんで切れたかしたら、はい、監督っていうのと親父さんっていう言葉と、はい、自分の中で使い分けてるわけ。お前は俺を師匠というのと同じだよ。そういう言葉で違う言葉で呼びたい時あるじゃん。ありますね。で親父が死んじゃったりなんかした時には、次の親父したら、まあ俺にとっては親父さんみたいなもんなんだと思いながらもさ、確かに直接親父っては声かけられないじゃん。監督とかさ、ね、ミスターとか、ミスターっていうのもすごい時間かかったんだよ。ミスターって声かけるのみんな V9 の選手はミスターミスターって呼ぶじゃない。 呼んでますね、あれが憧れだった。めっちゃ憧れだった。ミスターって言った時にさ、それがゴルフで、ゴルフの時にで後ろからミスターって言ったらさ、どうした教師ってさ振り向いてくれたんだよ。それが最初で、うわミスターって呼べたって喜びが最初 ね。そうそうそう。その後は今度農会、監督とコーチになって、はい、監督就任した時に、はい、後ろからさ、農会の時に、はい、親父さんってこう言って、はい、ちょっと話があるんですって言って、農会の時に後で時間くださいって言おうとしたんだよね。で、親父さんってこう言った瞬間に、全く反応しなかった。自分が親父と思ってるから、やっと言えるのに。で言ったのですね。もう全く無反応でピクッともしなかった。あ、これ無理だなと思って。あの農会の時には諦めた。でもそれがな、あのほら子供の時から憧れてる存在のさ、長嶋茂雄っていう存在は、うん、もう別格だったからね。神様だからな、うん、俺にとっては。だ僕も高校の時グローブ買い来て後楽園行ったら、うん、橋でみんなこう選手が行くっていうのを、うん、たまたま見えて、あ、行った行ったって言って、山倉とかって、みんなやってるから、俺も山倉って言ったら、全ガン無視されて、江川って言っても一瞬だけこう、一瞬見て、江川、いつも応援してんだ俺らって。で、師匠が来たから、みんな、やっぱ中畑原ファンが多いんです。中畑さん、よしよしよし、行くぞとか言って、おい中畑がお前、俺らに、おーってやったよっていう、あ、そう。でしたもんね。まあ、俺だったらちゃんと教えるけどな。本人目の前にしたら中畑じゃねえだろこの野郎って中畑さんと言えばいいだろって必ず子供に教えるっすね。清志じゃねえだろってさ俺いつも清志清志って子供から言われるからでもう直接だった時必ずそれ教えるの、うん、お父さんお母さん呼んでこいよって本人目の前にしたら清志って言い方やめなさいよ。なんか
こだわりがあるんですね。それこだわりじゃないよ、お前。教育、ね、教育の中にそういうことはちゃんと教えなきゃいけないの。まあ、俺必ずそう言ってあげて、それで結構笑いは取れるわけ。どうだい？笑いを取る。どういうことだよ、お前。師匠、あの頃、絶好調って今でもあれ。あれ何から出たんですか、絶好調。いや、もうこれだったら有名でしょ、亡くなった土井さんだよ。土井さんがコーチ、それで俺が選手でまだレギュラー取る前でさ、はい、いつもほら、ミスターがさ、はい、教師、調子はどうだって聞くわけよ、はい。いや、まあまあですって言って答えてる俺を見て、はい、土井さんが、お前バカかって。お前、長嶋茂雄とかいう監督の正解を全く知ってないな、お前ら。調子はどうだって言った選手で、まあまあっていう選手を使うわけねえだろ、これ。絶好調ってこい、俺はって言われて、はい、本当にね、それをまともに言ってくれたんだよね、はい、土井さんが、はい。言われてみたらさ、気がつくけど、うん、でもその時にまあまあですっていうのが普通じゃない。それがお前、絶好調ですって、お前、若者は言えないじゃん、普通は。長嶋さんに対して。でも、あ、言っていいんだなって思って。だからもう、聞かれてないのに、絶好調です、絶好調今度自分が言うようになったらさ、使ってくれるんだったら、本当ね、そのおかげで人の何倍もチャンスもあったよ。他の選手なんかもうみんなやっぱり、まあまあですって言うタイプじゃない、はい、大体の選手、はい。自分から言ってくるやつが大好きなんだよね、中島さんは。おぉ、行くぞ、教師本当使ってくれたよ。そのチャンスをもらったおかげで、俺は、うん、あ、一応、レギュラーを取るし、回数が増えたっていうかさ、うん、試合中だってそうだもん、ミスターは。うん、よし、誰だ、おお、誰だ、誰か行くかっていう、本当言うんだよ。だから、あ、僕行きますって、僕言って、僕は絶対言わないからね、光の選手は。みんな下見てるから。出たくないんだから。だって、チャンスもらえるしさ、打席に立てるんだからさ、俺、僕行きます、僕行きますって言ったら、もう、よほー、教師行くぞ確かに、一軍ファンの選手は、うん、出るのもチャンスだけど、ピンチですからね。うん、そうそう、アウトなら行くから。お前とも会ったじゃん、俺コーチの時に。お前さ、サヨナラホームランかなんか打ったって言った、あの前の試合かな。そうですね。で、次の試合にデーブは使わないっていうね、いうミーティングの中でも、今日はデーブは使わないで時間与えようみたいな感じで話があったんだよ。だからお前ブルペンに行ったりさ、いましたね、で、スパイクも吐かないで。そうそう。そうそう。そうあれなんだったんですか？いや、師匠から、うん、今日で、うん、もう出ずっぱりだから、うん、そう、リフレッシュしろって監督とも話したけど。そうそうそう。だからお前もうユニフォーム着なくていいぐらいだと。そうそうそう。今日はリフレ、もうベンチも入らなくていいから、うん、ブルペンでゆっくりしとけって。そうそうそう。言われてたから、俺上もユニフォーム着ずにジャイアンツの T シャツ着て、うん、運動靴履いてたんですよ。うんうんうん、だから師匠それは、ミーティングで話した内容をそのまんま俺はお前に伝えてるわけよ。はい。だから俺も、その気でいるから。監督は知ってたんですか？いや、監督は当たり前にミーティング一緒なんだから。だそういうところがあるんだって。いや、あれですよ。福岡ドーム。あ、福岡、あ、福岡だな。遠かったんだよな、ブルペンが。遠いんですよ。ブルペンがめっちゃ遠くてさ。したら、たまたま、俺はもう出る気ないから、したら村田さんのところに代打って言ったから、そしたら米倉ってブルペンキャッチャーが、うん、デーブじゃないのって言われ、うん、やんなわけねえだ、今日休みって言うねえんだよって。そしたら、監督の口が大久保って見えたんですよ。そしたら、え、あれ大久保って言ってねえかって、師匠が走ってきて、でー代打いけるかっつって。いや、もうね、それも、ちゃんとベンチでミスターに、代打だったら、こういうケース、岡崎がいて、原も控えてたんだよ。で、これだったらもう原もいてって、3人ぐらい、代打の、ゲーム中に言ったんですか？うん、選手の名前までミスターに言って、監督に言って、準備させてたのよ。そしたら、昨日かお前、その前に打ったイメージが、ミスターの中にバーンと出たんだよね。ここはデーブしかないみたいな感じで、バーンとスイッチ入ってたんだよ。行った瞬間に、岡崎か誰かって、あ、吉村もいたんだ。よし、行くかもしれないから頼むぞって言った瞬間に、デーブって、審判に言っちゃった。監督がもうデーブ言っちゃったの。お、そしたら、まあ、帰ってくるときに、デーブは遅いぞ、お前遅いに決まってるでしょ。しかもあの頃、もう慌てたあの、ハイカットのスパイクで、紐だから、スパイクも入ってちゃいんでしょ。手袋もしながら出て、つぶりなしで。一振りほとんどしてない。一振りもしないで、お前入ってな。ほんで、打てませんよ、こんなの。お前、俺ね、ふてくされていないじゃん。グレてんだもん、打席に向かうときに、お前。あれはグレるよな。第一打席ですからね。そう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 。グレちゃうっすよね、僕も。あれは俺は、球史に残る選手交代だな。
そうでした。思い出しましたよ。うん、3分か4分かかったもんね。だいぶかかったです。誰が今でもああいう夢見ますもん。あ、そう。はい、だから、慌てる。デブ行くぞって言われてんのに、うんこがこう切れなくて出れないっていう。いや、いけない。うっとけ、どうやって、うわーって起きたら、あれ同じことですもんね。やめなさいと、それと同じように比較すんだよ。世界が違うでしょ、なんか神聖な、神聖なとことうんこと一緒ですね、お前。師匠、うん、師匠の生い立ち聞きたいですよね。僕行ったじゃないですか、うん、すごいとこですもんね、うん、師匠んちって。あそこで何人家族だったんですか、師匠。何人兄弟。16人ぐらいいた時あったんじゃないかな。住んだのがですか。そうそう、まあ、ほぼ平屋の大体の瓦でした、ね、屋根のな、はい、もう崩れかかったいう感じのところに6畳一間のところに8人ぐらい柳のうなぎの土壌うなぎの寝床って言いますけど、ね、そうだよ。うなぎの土壌はなんかおかしい。うなぎの寝床。はい、そうと思いますね。それがね、はい、生活の環境だったよね。だからもう生きることに必死、食うことに必死という環境だったな。もう兄弟も9人兄弟で、それも俺8番目だし、おかずとかそういうのもやっぱり比較されて、やっぱ違うんだよね。全然違うよ。長男とかさ、あれとは差別じゃないけど、もうそういうのは当たり前の時代だったからさ、そこで生き残るための必死に生きた人生はあったな、はい、子供の頃には。野球は何ですか、どういうきっかけで始めたんですか。野球やれる今の人と余裕ってあんまりない感じじゃない。長嶋さんのテレビはあったんですか。まだなかった、その小さい時は、ね、小学校でも田舎じゃ早い方だろ。小学校2年か3年で、親父頑張ってテレビ入れた方だから、はい、あの映画館になったからな、うちが集まるんだよ、みんな周りから、うん、ほとんどテレビのあるうちがなかったからさ、あるうちには大体映画館だった、はあ、みんなが夕方あたりに NHK のほらひょっこり氷山島とかさ、あんのに会うと2、30人集まるんだから、わーっと家のも軒並みにそうやって、それをちゃんと見せてくれるわけよ、テレビのあるうちは。それが誇りだったんだな、そういう時代はな。そういう画像からナイターとかさ、はい、なんかね、野球の中で長嶋茂雄というね話題が必ず言葉の中で出てくるんだよね、うん、すごいやなこいつ、かっこいいやなこいつなとかさ、うん、いう時に必ず酒のつまみになってる話題はプロ野球の長嶋茂雄っていうのは、はい、当たり前だったんだよね。で、何なんだろうこの人っていう子供の頃に興味を持ち出したっていうのが長嶋さんの存在だろうね、はあ、なんか違うんだよね、うん、他の映画スターとかさ、歌手とか、はい、そういう世界の人じゃない人じゃない、スポーツの中でさ、はい、唯一無二の人なんじゃない、はあ、うん、でどんなジャンルを超えてもスーパースターって評価される存在というのは、はい、長嶋さんしか日本の中にいなかったような気がするんだよね。その後に王さんが ON っていう存在が生まれてきてるんだけど、はいはい、長嶋さんを興味を持ち出して追っかけ出して長嶋茂雄になりたいって思っちゃったんだよね。俺もう、あ、俺長嶋茂雄になるんだ、なりたいんだ、なるんだっていうふうに思い出したことが最初のきっかけだね。で、道具も何もないけどさ、うん、みんな自分たちでバットを木削ったりなんかしてさ、ボールだってこうやって雑巾固くこう巻いてさ、うん、丸めて、それでボールを作ってほとんど素手だからね、うん、それで三角ベースで田んぼの中な、稲刈り終わった田んぼで三角ベースとかさ、そういう野球を始めたのが最初だよな。ユニフォームなんかまずありえないから、うん、そうでしょうね、うん、下ね、下着の中に墨でさ3番って書いてさ3番なんですね。背中に書いてる、前に書いてる前に書く背番号ってあんまないんだけどさ、なんかね、前に書いて目指したかったんだよとにかく3番だよね。そういうふうにもうどんどん自分の中で長嶋茂雄に取りつかれていくっていうのかな。中学校の時野球部とかあったんですか。中学校はあるよ。中学校はじゃあそこからもうチーム部の部活どう。ああ、部活キャッチャーだよ。いきなりキャッチャーですか。もう本当サードに憧れて長嶋さんなのにいきなりキャッチャーだよだから俺結構キャッチャーやってんだよ。高校の時も高校3年の時にキャッチャーやってるしさ、キャッチャーだけやりたくなかった。だって俺はやりたいですもんね。顔で見たいじゃん。そこですか。マスクしちゃまずいだろ、ね、顔で浮いたりしてさ、ね、お前分かるだろ、お前はみ出てたもん、中を出てましたね、マスクこれ当たんじゃないか、そんなことはないですマスクのが大きいですからうん、やっぱりずっとサードのポジションで4番で背番号3というね、それを追っかけてきて、で中学校に入っていきなりキャッチャーされて
その頃逆らえないですもんね。それでトークとかさ、俺めっちゃうまかったから、サードのプレーはキャッチャーやって、はい、キャッチャーと俺指示出すだけでさ、はい、ほとんど動かないっていうポジションに近いよな、まあね、ブルペン行ってピッチャーの球を受けて、それでシートノックになればホームベースに立ってみんなで指示出すだけでさ、フットワークらしいフットワークってほとんどないんだよな。でサードの動きっていうのはキャッチャーとこまでさ、なんか忘れちゃったんだよな俺、大学入った時はひどかったんだから、まず取れない投げれない。駒澤は何で行ったんですか。いや駒澤はスカウトがあったの、大学の先輩で。師匠甲子園行ってないっすよね、高校の時。行ってないってなんだよ。行ってないっすよ、ね、行ってないって面白いなと思って行く手前で終わったんだけど行って前ですからね行ってそれでもやっぱり目立ってたんですね。でかいですもんね師匠って。いやいや、180、高校時代でサードやってる頃は太陽のスカウトが見に来て、はい、どうだっていう風な話をもらったっていうのを監督から、はい、後から聞いてるけどね。でそのぐらい注目は結構されてたと思うよ。でもキャッチャーやったおかげでまたちょっと3年の時に評価が一変にしちゃったということがあったり、その時でも3年間ずっと福島商業の監督で甲子園行った石本哲然先生っていうのが駒澤大学の OB で、その人が郡山で違う監督、高校の監督になってずっと俺を見ててくれたの、はい、終わった瞬間に「中畑どうだお前駒澤のセレクションを受けてみないか」って言って、はい、俺も一緒に行くし、今監督やってるのは俺の一つ後輩で太田って言って、はい、なかなかいい指導者なんだって言って、大学なんか行くつもり全くないじゃん、勉強も嫌だしさ、とにかく社会人かなんか行って野球やりたい続けたいと思ってたから、すごい勧誘してくれたんだよ、はい、お前ぜひ行ってみ見てくんないかって言って、はい、だって他校の監督だよ、他校の監督がさ、はい、俺をそれだけ言ってくれるっていうのはさ、なんかそういう世界も覗いてみたいなと思って、はい、それでこの京王線に乗って、はい、と上野からさ、はい、駒沢のグランドまで来るときには、あの電車っていうのは俺は記者だったけどさ、はい、乗ってるのがさ、電車に乗ってさ、はい、新宿から烏山まで来る間にさ、はい、電車沿いにさずーっといるじゃん確かにね。俺はね、なんでこんな電車がこんな1メートルか2メートルのとこ家がずーっと立ってるわけよ、うん、この人たちよく生きてんだと思ってさ危ねえだろ毎日と思って、俺この環境で生活してるその世界っていうのは理解できないぐらい、うん、田舎者だ。まあ、うん、矢吹がそういう村っていうか、もうそういう村だよ、村ですもんね。もうほとんど過疎地だからさ、うん、田園風景がずーっと続くっていうさ、うん、この家がもうずーっと電車道沿いにビシーッと家がいるんだから、家がいるんだぞ、ね、うん、あれはびっくりしたな、うん、こんな生活東京とかあるっていうのはすごいとこなんだなと思ったのが最初のこっちに向かう時でね、うん、で来たら来たでセレクションを受けるメンバーがめちゃくちゃなんだよ、200人ぐらいいたんじゃないの、高校球児が、ああもう背番号つけてさ、なんだろうこれと思うぐらい、うん、俺はそういう経験全くない方だから、すごいとこに来ちゃったなと思って、体元気だけ出してさ、そこで声だけ出して、よっしゃーべー、カモンカモンとかさ、まあ、200人いようが何百人いようがさ、その元気だけは目立ったんだよね、うん、でも球の扱いと遠くへ飛ばす、当たれば飛ぶなっていうバッティングと、その元気の良さに惚れ込んでくれたみたい、太田さんも、うん、はあ、だからもうその太田さんっていうのは、その連れてきた先輩、石本節前先輩っていうんだけど、はい、その先生はすごく真面目な先輩で、はい、尊敬されてたみたい、太田さんも尊敬してる先輩だったんだ、その先輩の紹介だからっていうんで、そういう気配りもあって俺を取ってくれたんだよ、はい、駒台に。そこからは4年間で一気に一本足打法とかいう教育をしてくれて、一本勝負やったんですか。もう俺はデビュー一本足だよ、もう新聞出たのはとうとうに長嶋王、一人の選手が長嶋王、今で言う二刀流ですね、違う意味だよな。それで、目立ったデビューをして、で一気に対抗四球選手を取る活躍をして、そのシーズンで一気にスターダムっていうかさ、のし上がっていって注目される選手になっていたっていうのは、だからもう恩は そういうとこから、人の恩っていうかね、つながりっていうのは生まれてきてるんだよね、誰かがそのきっかけを作ってくれるっていうかさ。ああそうなんですね。だ頑張ってれば人生そうじゃない、誰か見ててくれて、でそういうふうに導いてくれるじゃない、うん、自分からなかなか乗っかれないですもんね。そだってそういう技量がないじゃん、うん、そうですね、アイデアもないしさ、そうです、ね、でそういう道しるべっていうのかな、そういうのを企画を作ってくれるっていうのはやっぱり出会いであり、存在感とか自分でいつも発信してる努力をしてるかどうかっていうのはすごく大事だと思うな、うん、でお前らかもな、お前らとか俺らとかやっぱりなんかこう発信力があると思うんだよね、うん、他の、まあ、10人いたら10人の中の1人としては目立つなこいつはって言って、うん、存在感っていうのがある
ていう、よくオーラっていうじゃん、うん、あれを感じさせてくれるっていうのあるじゃん、あんま試合見てもさ、ね、何十人いてもそこで光ってるやつって、うん、あいつ気になるなってやつがいるじゃん、ねうん、そういう存在だったんじゃないかと思うけどな、うん、でドラフトって上位じゃなかったんですね、週4位か5位でしたっけ、3位だよお前、なんで下に下がるんだよお前それ以上下げんじゃねえよ、だからドラ1っぽかった、ドラ1っぽかったよね、ドラ1だったんだよ評価が、いきなり報知新聞が、報知新聞の一面だもんお前、ドラフト当日に巨人1位指名中畑って赤い見出しのこんなでかい字で、俺の実物大の顔がここにドーンと出て、その一面の新聞を朝マネージャーが俺の枕元に持ってきて、はい、中畑さん大変ですってここに持っちゃうんだよ俺がここにいるんだからこれ顔が新聞のここにいるんだからお前歌ったのかって巨人ドラフト1位中畑指名っつってさ、それ見た瞬間に俺 もう完全にドラフト1位巨人、中畑入っちゃったよお前、スイッチオンだよお前そっからまあ俺ドラフトにかかるかかかんないかぐらいの評価だったんだけどな、あ最初二宮平田っていう3番ガラスの、はい、あその2人の方がもう複数の球団が指名するんじゃないかって競合するんじゃないかっていうぐらい評価高かった、はい、2人、はいはいうん、これはドラフト1位だと思ってたから、ほんで蓋開けたらお前3人でお前すごいよ、駒田大学の寮でお前爪入りピシッと決めてドラフトの、指名をまず3人でマスコミすごいよ100人ぐらいいるんだからもう記者とカメラマンだんだん聞いてさ、めちゃくちゃだって3人とも1位指名してて、しかも1位に巨人の中畑ってさ、巨人のドラフト1位の候補もいるんだからさ、俺はマスコミ全部集まるよ、そうですよね、ドラフト1巡目巨人篠塚俊夫銚子商業、あ誰それ パンチョの声でさ俺もこう構えてたじゃん、ドキドキして 構えてて手に汗びっちゃりかいてさ固まってたのにさ、篠塚は年を調子表現ボッカーえっ誰の話どなたですかね、会場もちょっともう嫌なくシーン、それこそたくましいラブマシーンさ、もうね本当すごかったよ、恥ずかしかったっすか、なんかね、そうね、で一巡目さ二宮平田も呼ばれる3人構えててで1時間ぐらい経つじゃん、1位指名されるのそうですね、そうするともう1位指名のところにマスコミ行かなきゃいけないんだ、確かに、そしたら100人がいたやつがあっという間3分の1ぐらいになってスコーンといなくなって、2巡目も誰もなし、往復2巡目も誰もなし、指名された時もうほとんどいないよマスコミ、俺らもどっちだけでさ、あの前評判というか下馬評とかあれは何だったんだってことだってさそれ長嶋監督でしたよね、長嶋さんだよ、そうだよ、しかももう岡田だよ、キャッチャーの岡田、中京商業、はい、あれの指名だった、誰が1位2位で岡田さんだった、え誰篠塚、え岡田誰みたいな使いで終わって、もうちょっとしらけ出してもう、ま、あのマネージャー室にこたつがあるかそこまで行って、で将棋差し始まった瞬間に3巡目で遠いところでラジオの声だけ聞こえてきて、巨人中畑清駒澤大学って言って3位で指名されたんだよ、全然もうその時もう1位の準備しかしてなかったからもう全く人事みたいにさわんとさあっち将棋ボーンとやってる方が冗談じゃないよみたいな感じで何が3位だもんね、普通評価も普通だったら3位ぐらいの選手だったんだけど、もう俺1位になっちゃったんだ、朝から準備しちゃったから完全に入っちゃってたからもう俺だってさ、そのぐらいちょっとしたプライドはあるんだしかもでも22歳だったんですもんね、あとの2人だったらお前複数と競合するんじゃないかって1位で、その2人が最後まで指名なしだよお前、こんな裏切り行為のドラフトって俺はいきなり体験しちゃったからさ、歴史なんてもんじゃないよ、今までこの先もないんじゃない3人構えてお前、でも最終的に長嶋さんがわざわざ監督の太田さんの後ろで来てくれてね、ドラフト1位の評価で3人まとめて取ってくれるって言ってた、本当に1位の評価で取ってもらったわけです。
契約金とかですね。契約金とか全部、うん、まあ、君たちは将来ジャイアンツの幹部候補生だってね言われた時の言葉今でも忘れないな。それが初めて長嶋さんの顔をちゃんと見られたっていう、キャンプの初日ね。太田監督の時来られて、長嶋監督はその頃は見られない。もういたけど、いた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 けど、いたいたっていう記憶がないぐらい存在がもうなくなっちゃってるぐらい。そのサインになっちゃって将棋指してた気持ちはもうどっか行ったっすね。バカ野郎って長嶋さん見たら。いや、長嶋さん見た時にはもうその世界ないけどね。その前に親父に言われたの、死んだ親父に、うん、そういうちょっと伏せ腐れてるとこがあってさ、うん、で親父に考えちゃうんだよなってカッコつけて親父に言ったんだよ。親父も強烈には言えないんだけど、うん、男だったらお前勝負した方がいいんじゃねえか、勝負するべきじゃねえのかってこういうふうな言い方したんだよね。ああ、親父ってそうやって思ってくれてんだと思ってさ、でもやる覚悟ができてたんだけど、で長嶋さんが来るってことになっちゃってさ、うん、もう完璧だよな、ジャイアンツか。でもジャイアンツ行ってもなレギュラーは取れねえだろうなと思ってたけどね。最初ですか。あ、だってお前 V7 の選手まだいたしさ、ヤクルトはほら結構選手層が薄くてさ、ここだったらいいかなと思ってヤクルト行きたかったんだけど出たいですもんね。だから人生って面白いよな。で最初2軍ですか。キャンプもすごく良くて、はい、でオープン戦もまあまあ結果出したんだ、はい、で最後さ一軍決定っていう感じの最終戦がね、確か山梨のカープ戦かな、コウシさんだよ。コウシさんの打席で俺サード守ってて、はい、バジーンと打った打球に思えたんだけど、詰まってたんだな、はい、ちょこ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 ってことでバウンドなしに俺の股間を抜けて大トンネルを構えちゃったんだよ、はい、俺やっぱり守備は怖かったから、自分でも怖かったもん。それをさ最後の最後にやっちゃったんだよ。それであ、これじゃダメだなってそれまでうまくごまかしてきたんだけど一回さ、師匠って師匠がコーチになって俺がさ、うん、師匠しようって言いに行った時、師匠ってやっぱり絶好調ってやつだけど守備もいつでもかいって思ってたんですから、うん、バカ野郎で一球たりとも飛んでくんなって俺は思ってたんだだって振動場所言ったもん、危ない打球来たら逃げろってそれを着実に守っただけだよまあ笑顔もその一人だけどそうですね、田舎もそういうとこあるんだ。それでファーム行っちゃったんですか。うん、でも結果的に良かったな。あのまま一軍にいたら俺やっぱりとんでもないミスを犯してたと思うし、で二軍で鍛える3年間っていうのは開幕出て3年ファームって結構危ないですよね。だって3年やってダメだったらやめようと思ってたから。で1年目結婚したじゃん、はい、結婚して死んだ女房に、はい、もう3年やってダメだったら田舎に帰って乳搾りでも何でもやるとしたら、はい、私は田舎に行きませんって言ってあんた勝手に行ってくださいって言われて姉さんらしい大学の時姉さんと会ったんでしたっけ。そうリーグ戦が終わってで一息ついてる時にたまたま、まあ、幼稚園の先生やりながら八百屋さんをやってたんだよね、はい、そこによく俺もリンゴ買いに行ったりみかん買いに行ったりして、はい、仲良かったのそのオーナー。俺はお母ちゃん見た瞬間に瞳惚れ。いや名前が瞳惚れしてないですからねそこかけたいですけどまあね瞳惚れしちゃったんですねお母さんと出会ってもう 2ヶ月過ぎるか過ぎないかぐらいでもう俺は結婚申し込みぐらいプロポーズする。プロポーズ神社ってそこでさお母ちゃんに北海道に一緒に行ってくれるかって言ったのが、はい、お母さんのプロポーズだったから俺、はい、一緒に、行ってくれないかと、はい、いうことを言ってでその後にドラフトにかかったんだよ。なのにそんなお互い、まあ、田舎同士じゃないですか、うん、なのに田舎帰って父絞りやるぞって言ったら断られたんですね、うん、そう軽く はっきり断られたけどね。うん、私は行かないわよカチンときたけどああいうところがやっぱり俺をうまく操縦してそうでしょうね。そんな絶対ついていく人じゃないですか。そうしっかりやれってことだったんでしょうね、うん、そんな中途半端でね気持ちでやられるよりは冗談じゃないわよって。あ、伊藤キャンプって、うん、師匠じゃ何年目ですか。3年間2軍にいてその4年目に、レギュラー取ったそのオフだよ。師匠なんかあの日米野球かなんかで活躍したんでしたっけ。そうそれは3年目の、うん、もうずっとレギュラーだと思ってたけどあそこでレギュラーというか認められる活躍だったんです。そうそれがきっかけで翌年に開幕は高田さんがサードでスタートして高田さんの代わりにサードに入るようになってそこからレギュラーを取るような形になっただけ、うん、チャンスをもらってな。3年間は本当ほぼ2軍ぐらいし。あ、玉川でやってたんですね。玉川でだからそれが良かったと思うな。自分の野球人生を振り返った時にある程度基盤を作れたっていうか守備もとにかくやったから。伊藤キャンプも地獄だったけどやっぱ玉川の2軍時代も地獄に近いぐらいの練習量はこなしたよな、うん、昔のジャイアンツってやってたんですね、うん、やっぱ練習やってやった。
なんか僕らのイメージ、僕が現役入った時、うん、ジャイアンツって、うん、試合前の練習2軍がやってるの見ても、うん、本当に練習してねえなこいつらと思って、ああそう、こいつらに負けてたまるかみたいなのがやっぱラウンドのであったっすもんね。ああ本当、もう騙されてもやったぐらいだな。でコーチがそういう熱心さがあったよ。いいコーチに恵まれたなっていうふうに自分今振り返ってみればね、こういう人らがいてくれて今の自分があるなっていうのはやっぱそういう立場になってきて初めて分かる。そうなんですよね。その頃はもう何時まで練習するのにと思ったけどさ、ふざけんなと思ったけど、だってあの人だって生活があるわけじゃない、うん、そんなに長いこと練習しなくても早く帰りゃね、早く帰りゃいいんだからさ、できるんですもんね、それ。そうそうそう、うんうん、ああいう時間帯があったからこそ今俺あるよなって、そのぐらい下手だったからね、うん、長嶋監督とじゃあその、うん、接点持って憧れた人とはもう全然その憧れのままだったわけじゃないですか、2軍でほとんど会えないじゃないですか。で伊藤キャンプがそのレギュラー取ったオフに、うん、あれ江川さんとかもみんな行ってたんでしたっけ、篠さんとかもちろん伊藤キャンプって。そう全部行ったよ。あれ本当のあそこの静岡の伊藤でやったんですか。もう面影全くないけどな、今は今は球場の面影ないんだけど、でも環境が良かったんだよあれ。本当人だと離れて、うん、で お風呂は温泉、鍛錬する、環境としたら筋力アップするためには、うん、ババの台だっていうさ、ここがすごかった。ここを思い出したくらい。ここはもうね、ランニングマシン。もうこんな高原、こんな急坂のところを一気に登り上がって、150メートル走り上がって、それからなだらかな登りが続いて、200、300メートル続いて、あと帰ってくるの、U ターンして帰ってくるのが600メートルぐらい、あって、それ一周するのに、ほんと死ぬんだよ。一周するのに。もうヘタヘタなんだけど、うん、1ヶ月キャンプ張って終わる頃に5周楽々したかんだ俺たち。それみんな練習終わってからよ、スタジアムで終わって、うん、もう2時間の特集やったり、うん、それで1000本スイング、うん、打ち込んだりなんかした、全部の練習終わってからそのババラダイラ行って、その走り込みをやって、それで1日、帰ってきて食事して、それから夜の素振りがあって、まあ地獄。その時はじゃあ長嶋監督っていう憧れよりも鬼に見えたんですか。まあ鬼とかいうレベルじゃない、どうやって一日を過ごしていこうかって、どうやって人間として一日人間でいられるかってことだよ。機械にならなきゃいけない、マシンになるぐらいの世界にならないとこなせないよ、その量。もうその量、監督も冗談も何も言わないですか。もう冗談なんか全然入んない。冗談は朝の散歩だけ、朝の散歩だけはね、ヘの連発みんなもう疲れ切って朝起きてこんなやってたけどさ、もう絵の連覇パカパカパカって、うーん誰だ今のはーってあの笑いを一瞬ってそのぐらいしかないね、もう朝の散歩しか、うん、それでみんなを元気にするってさガスマスクだよそれで本当そういう気遣いはしてくれたんだろうな、うん、でやれば磨けば必ずものになるんだっていう信念みたいなものが、うん、あの人の中にもあるよね。だからその情熱に引っ張られるんだよね。だから1ヶ月経った時にはもう俺たち一緒にやりきれたっていう喜びだけだもん。で最後にお前ババの代表の、篠塚に、篠おい西さんに監督に走らせろってしたらさ、篠は今まで見せなかった篠塚敏夫がそこに現れちゃってさ、で西さんこうやって腕組んで見てたんだよ。そしたらあいつ下見ながらさ、偉そうに腕組んで見てるだけかよ、篠さんが篠俺はちびちゃった俺そこまで言ってねえぞそしたら走ってみろよって捨て台詞みたいに言ったんだ、うん、そしたら見せたんだ、やべえ見とけっつってさまだ40過ぎたばっかりぐらいだから、うん、まだ元気よかったな、プカッってさ、よっしゃーってさ、こんな勾配のところ一気に駆け出した瞬間はすごい勢いでフワーンって途中ぐらいから一気にスピード落ちてってさ、張っていくような雰囲気でさ、だんだん聞いてくる、あー頑張れ頑張れ監督頑張れとかさ、下から選手みんな声援を送ったけどさ、なかなか帰ってこないんだよなかなか帰ってこなくてさ、あ大丈夫かな監督って思ってね、で帰ってきたらそのこうやって曲がり角があってさ、最後の下り坂から出てくる瞬間だけ見えるんだけど、はい、見えた瞬間もうね、あのスタイルのいい長嶋茂雄がさ、あのガニガニ股になってさ、ケツまで来て前に進まないんだよって、長嶋長嶋ってゴールまで行ってベタッと倒れ込んでた、乾燥したその次の、
いや、あの時は初めてこう長嶋茂雄っていう神様が我々のところに降りてきたなっていう姿だったな。あの結話でした長嶋茂雄の。あの僕らが、うん、だから師匠がバッティングコーチで長嶋監督の二次政権の時に、うん、シーズン途中でちょっとみんなバラバラになってたじゃないですか、選手と監督と僕らが離れてたんですよ、なんか、うんうん、優勝する前の年です。前の年 か監督就任して、うんうん、翌年だでしたよね、優勝でしたのって。そうそうそう、うん、で、あの時に、まあ、途中で、うん、だからはっきり言って長嶋監督と俺らってあまりにも今の師匠が言った、うんうん、上にすぎて、うん、訳が分かんないじゃないですか、うんうん、まあ、エピソードだけじゃないですか、スイカの上だけ食っちゃってるみたいなとか、ところが監督がミーティングで、うん、あの東京ドームのサロンで、うん、よし今までなみんなにコーチ陣とな、うん、間に入ってもらったけどこれから俺が陣頭指揮取るって、うん、何でも俺に言ってこいって言い方が、うん、そういう長嶋さんっぽくなくて、うん、言ってこいよじゃなくて、うん、よしお前ら言ってこいって言った時に、うん、あの後選手でみんなどこ、うん、いや来たな来たなっていう、うん、あれからですね、うん、チームまとまったのが。あ、そう、いやまとめると思ったんだけど我々には無理だったんだよな、うん、やっぱりミスターがそれで陣頭指揮をしなきゃいけないところまで来ちゃったんだよな、要はな。だから多分前のあれでしょうね、監督業をやられた時に、うん、入って行ってたわけじゃないですか、そうやって走ったりとか、うんうんうん、あれじゃなくてコーチに任すっていうのを監督も長嶋監督もやりたかったんでしょうね。理想像で、うん、そうですよね。しかも俺辞めて間もない時だったから、うん、俺がその間に入ってくれて、うん、選手とそういう関係をうまくやってくれるんじゃないかっていうふうに思ったんでしょ。やってたじゃないですか、僕らは。でも監督とは俺はそれができきれなかった。なぜかというと誤解が生じちゃった、そっから。長嶋さんが描いてたそれと俺が思ってたことと、うん、うまく伝わりきれなかった、ね、その潤滑油にならなきゃいけないんだけど、うん、その役割が中途半端に終わってんだよ。つまり一番悪かったのは吉村だよな。吉村の存在をあの足に怪我して、レギュラーとしては厳しいなと、代打専門になっちゃうところがあって、吉村のことを考えた時にパ・リーグで DH がある世界がもしかすればいいんじゃないかってんで、うん、どうだろうというふうな話をしてトレードとかいろいろ考えたり、なんかこっちのフロントはしたのよ、はい、俺たちも含めて、ね、だからそういう話をした時に本人はやっぱりジャイアンツでいたいっていうのは当たり前じゃない、はい、そういう心の中の葛藤みたいな部分で心を開かすことができればと思う。駒田もそうじゃない、本当は駒田に対する期待感っても一番高かった、うん、そうでしたよね、うん、だから駒田頼むぞっていうぐらいの感じでいたんだけど、うん、要は先発から外されるんじゃねえかと打てなかった、うん、そうですね、どんどん彼が萎縮しちゃってさ、うん、で我々と今日距離感を取るようになって、はい、うん、いつも敵対心を持つような吉村も駒田も岡崎田もみんな敵対心持って、はい、どんどん距離感ができちゃったんだよな、うん、だから選手とコーチでミスターじゃないんだよ、俺たちがダメだったの、うん、それが誤解を生むような行動を起こすことそのものがまだまだ選手サイドの気持ちを理解できなかったというところがあって、選手思ってやってたんですけどね、そう本当はな、うん、そう思ってんだけどそれが逆行しちゃったんだよ、ね、あ、だから吉村さんは俺を出そうとしてるっていう取り方でね、そうそんなにレギュラーとして必要機会がないなら、はい、うん、そっちの方が吉村がいきんじゃないかっていう、パリングの制度から言ったらさ DH があるから、うん、まだまだバッターは、ね、そうそうそう、天才でしたもんね、そうそうそう、力があったから、それを吉村を生かすなら DH のあるパ・リーグの方がいいんじゃないかっていう話をした瞬間でもう一気に俺を嫌ってるみたいな感じに相手はそっと取られちゃったんだよ。で駒も外されんじゃないか、外すわけねえじゃないっていうの言ってにもかかわらず、まだファーストいないですよね、あの人に変わる人なんか、うん、そういう流れができちゃったんだ、それが実話ですよ。それをこなしきれなくて話をすればするほどこじれるようなさ、感じになっていったので、もうあれでミスターに苦労をかけるような形になっちゃったってことだよね。監督も分かってたんですね、その空気は。分かってる、うん、だって話はしてるもん、そういう話するのもトレードの話とかさ、そういうのをする、そういうことは入ってないわけないですもんね。そう当然、うん、選手には悪いことしたなと思ってるよ、うん、悪いことしたなとは思ってるけども、それの技量がまだ俺たちにはなかったな、特に俺になかったな。師匠、あの頃いくつでした、年40か、そんな若かったでしたっけ。若いね、なんかあんま変わんないっすよね。え、今とそう、あれ親父に見えてましたそうかな、若いかな、僕ってさてかあの頃が老けてたんですかね、バカ野郎いやいや、しんどかったからな、一番しんどい時代じゃなかったかな、自分の野球人生の中でな。監督の4年間の方がよく楽しかった。みるみる痩せ出すもんね、バッティングコーチの時、うん、自分も自分を殺し始めたから、俺自分が言えば
絶対マイナスになる、うん、ことになる、なるだろうし、で選手も信頼されなくなってるから、だから やれば空気が悪くなるなって思ったから、だからコーチに任せて、どん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 俺はもう後に控えるみたいな感じの立場は、肩書きは逆なんだけどな、うん、だからその逆の形でその方がスムーズにいくんならその方がいいんじゃないかと思ったから、うう僕でもだからそのレギュラークラスの下の僕らにとっては師匠は本当に救ってくれる人で、でわがままを好きに言えたし、うん、僕はで、うん、1回チームで右打ち全員してくれってなって、うん、右打ち全員右方向に打ってってくれって指示が出て、だから師匠が、うん、師匠から僕に来てくれて、うん、出悪いなって、うん、お前引っ張りなの分かってるけど石崎くれって、うん、ちょ何かくださいよって言ったら、うん、1万やるって言ってくれて本当に西田がファーストセカンドゴロ打って、でも何の意味もないじゃないですか、引っ張りの僕がセカンドゴロでアウト、でもまあチームの方針としては今は分かるんですよ、それって相手に対してこう考えさすっていうことは大事だけど、そしたら僕アウトになって師匠のファーストコーチのところで1枚お願いしますねって言って帰って本当にもらったの覚えてるんですよ。あんな遠慮するコーチもいないですけどね、師匠まあ方針とかさ、それだって本当はチームで戦うんだったら当たり前のようにやんなきゃいけない義務なんだよね、うん、そういう教育もできなかったの。プロって特に一軍っていうのはさ、そういうのは前もって自分たちが感じて逆にやるのは普通なんだけど、うん、チームの方針で戦おうって言った時にはチームバッティングで行こうっていう指示を出したら、うん、それに従うのが当たり前なんだよ、うん、そうですね、そうできなくてもよ、できなくてもやろうとアウトでもいいんですもんね、させなきゃいけない、うん、そうそう、それがもうことこ遠慮なんかいらないんだ、うん、そうですね、おう、チームバッティングだぞ、みんな全員やれよって言ってそれでいいんだよ、別にそれをいちいちさ一人一人に断る必要はないね、うん、本来はな、チーム師匠に優しかったっすね、それは俺は優しすぎるぐらい優しいと思うよ、うん、そういう点ではね、うん、でもそれができなかったことが俺は悔しいみたいな、うん、でも翌年本当みんなこうチームまとまって、うん、俺笑ったのは 10.8 の時の前の日にミーティングやって全員今が中の癖分かったじゃないですか、まっすぐカーブフォークって言って、僕まっすぐカーブだよね、フォーク分かったんですよ、全球分かったんですよ、フォークは手首見えない、ミーティングやったら1時間ぐらい、そうでみんなで言えたんですもんね、映像見てフォークまっすぐって、師匠長嶋さんも後ろで聞いたんですよ、そう、まあ、チャツ着てこうやってうーんってやってたじゃないですか、覚えてたろお前、じゃあ痛み覚えてて、で明日負けないぞってミーティング終わって、師匠後で部屋行きます、ちょっと今これ監督おやじのとこ行ってメンバー決めてくるからって言われてる時に話してください、その監督といやいや、俺ドヒヤじゃないよ、俺だよ、はい、お前ドヒヤっとしたのでミーティング1時間やって、うん、なあ監督もちゃんと後ろで聞いててさ、うん、うん、って全部こうやってカーブとか選手はもう声合わせてな、あ、まっすぐ、うん、みんなあったっすね、カーブって言ってもう 90% 近くな、うん、ほぼ合ってるからこれだったらこなせるなっていう自信持ってメンバー決めに監督室に行った瞬間に開口一番だもん、おい、さっきなんかああやってばカーブとまっすぐだってどこで分かるんだ俺ドキャッあ、えらい簡単なんだよな、簡単だ、正面から見て手首が見えたらまっすぐ、斜めだったらカーブ、消えたらフォーク、そうめっちゃめちゃあんな分かりやすいことないな、でもあれよくシーズン中あれ分かんなかったっすね、絶対あったはずですもんね、あんなくせえな、それ分かんなかったっすか監督は、うん、それ俺に聞いたんだよ、どこで分かるんだって全部納得してるなって聞いててさ、うんってな、納得してたのにな、俺それまで見てたんだもん、こうやって見てたの、あでもそれ納得する、確かにそれ言うと、うん、みんな分かったかって言って、うん、明日か負けないぞって言った、うん、みんな分かったかって言って、うん、まあ、よかった感じで言ってましたけど分かってなかったんですね監督はそういうところが結構あるんだよね、師匠のその長嶋さんエピソードとか何かあります、うん、まあ僕だったらお前のが持ってんじゃない長嶋さんゴルフって、まあ、多いっすよね、まあ、一茂さんも僕ら仲良く付き合ってるから、そうだろ、聞いてるだろ、はあ、だから、うん、球場に一茂さん置いてかれちゃったんですって、一回置いてかれたことあるんだって、一回二回じゃねえよ、うん、何回もあるんだそうなのみたいなのあるけど、俺はその麻薬だからね、麻薬を経験してるの、人の名前とかさ、それ聞いたら挨拶受けたらもう1年後に1年間会ってないんだよ、はい、初めて会った人に、はい、それでも1年後にその人の名前を呼んでくれるっていうさ、すごい特技の持ち主なの長嶋さんって、あ、そうなんすか、もう、ま、麻薬だろ、忘れ物じゃないんだよ、記憶力のものすごさを持ってるんだよ、俺のうちのヤマトってほら、はい、マネージャーいるじゃん、はい、あれ伊藤キャンプでさ、伊藤キャンプの箱根で
必ず伊藤会っていうのを1年に1回集まって、うん、夜飯食ってそれで翌日箱根カントリーでゴルフやって解散するという会なんだけど、うん、それに1回長嶋さん大ファンでさ会いたいんですって言ってさ、うん、で夢叶えてあげるわってで伊藤会のその会に、マネージャー連れててあげてうちのマネージャーで大和と言いますって紹介したらお大和君かうんよく来てくれたねって言ったそれで挨拶して終わったまんまよ、はい、1年後だよ1年後に一緒に行った瞬間に俺に言うより先におお大和君今年も来てくれたのかねって言ったんだよ。へえ俺もびっくりしたよ俺もびっくりしたよ本人だよあいつ涙流してもういいです僕もうこの名前やんでもらってたけどもういいですってさ大和大感激しちゃってはあこれは感動するよそういうことを前の TBS の石川さんって知ってるか、はい、石川さんアナウンサー、はい、あの人に俺言われたことあるの現役時代に、はあ、あの横浜球場で現役俺バリバリにこれだよさっそうとグラウンド行ってさ練習行こうとした瞬間にベンチさっと飛び立とうとして石川さんからと呼び取る中田がちょっと来てっつってさはいっつって何ですかっつってで隣に座ってっつってパッと座らされて中田君いつも元気でいいねっつってでも僕の名前知ってるって言われたんだ当たり前じゃないですか何言ってんですかでも挨拶して言ってるじゃないですかってだから何て言うのって名前出てこないね、まあ、有名ですかね石川さんは有名だったのすごい有名じゃないそれを本気で忘れてたんですか忘れてんじゃない最初から分かんないで最初から分かんないからねってごまかしたんだけどごまかしきれないツッコミなんだよ追い込みもう追い込んでだから何を言いたかったかって言ったら長嶋さんの話が始まったのね中畑君こうやって言ってもらえないところにいるぐらいの僕なんだけどってでもそのそういう僕でさえ感動したことがあるんだよ私が1年目のアナウンサーの時にこうやって名刺出して長嶋さんに挨拶してよろしくお願いしますで4ヶ月5ヶ月経った時にポッと「おお石川君元気かね?」って言われた瞬間にもう本当に長嶋ファンに一発であったよここが違うとこだよねって俺言われて「すいません」って謝ったのは俺その記憶にあってさでそれを実際に体験したのがうちの大和というさマネージャーの感動ですよいや、うん、これね今まで聞いたエピソードで一番かも分かんないですね長嶋さんのあそう、まあ、面白い話いっぱいあってみんな喜ぶんですよああこれはねあの数字の記憶力とかそれもすごいよ、はあ、自分のあの時の球、カウントいくつか投げられたスライダーとかさ、うん、あれは打てないなとかさ今あったかのように話するよ、はあ、現役時代の話をこの時どうだったんですか天台試合とか、うん、あのあれはファウルじゃないよあれ入ってますよファウル疑惑ありましたからねそれすごいですよ記憶とかさ なんていうのかな我々の次元の違うところにあることが結構あるよね面白おかしくやるけどあれ演出してるところ多分にあるからねそうなんですかちゃんと考えてやってるんですねかなり演出してるところあるよただ横文字に関しては英語に関してはあれなんかのプライドがあるんだろうな、うん、ああ奥さんにだいぶ教わって奥さんに教わって、うん、だから必ず、英語で言ってその答えを言うじゃない言いますよねあ最初から日本語で言えばいいんですよ英語を使えて、ね、とにかく英語を使って、うん、それを知ってますよというね自分がいるところが安堵感が欲しいんじゃないかな確かに英語よく使いますもんね、うん腹が使うようになったじゃん、うん、使ってますねここついこの間水を入れたフィッシュですねやりましたねうん、やったあの長嶋監督に、うん、ブーちゃんサバっていう字書けるか魚へんにブルーだぞって言われたら僕も言われたことある普通に魚へんに青でいいんでしょう、ね、今ネタいただいたなみたいなでなんか映像で見たんですけど、うん、監督がオーストラリアかなんか野球教室行ったんですよね、うん、ったら赤い電気っていうチームだったんですよ赤い電気って日系の、うん、みんな赤いって背番号じゃなくて名前がチーム名があったのにちょうど君赤いくんか次君は赤いくんか赤いくん多いなって言ったら映像は見たことあるあれはすごいですいや赤いというチームなんですけどって言われたの
ったかけ買わないっつってその場所恥ずかしくていられなくなってたかけ森道買わないっつってあれ迷宮会じゃなかったですか迷宮会オーストラリアの迷宮会ってまあね、熱中しちゃうからさ、一つのことに熱中するって普通は、普通の人はそうじゃない、うん、違うんだ、三つ四つを熱中しちゃうんだ、いっぺんにな。だから、絡み合っちゃうよね、中で。正直あるよな、うん、で一つのことじゃないんだよな、いろんなこと考えてる人だよね。うん、まあ、師匠もでも近いもんありますけどね。あるね。すごく。それね、最近娘に言われる。そうでしょうね。うん、逆じゃないって。いつバッテリー切れるのか、切れないですもんね、うん、バッテリーがこう来て、うん、あーってあって、うん、ゴルフやりました、うん、帰りサウナ寄ります、うん、麻雀やります、うん、ご飯行きます、うん、カラオケ行きます、うん、ずーっとこのテンションですもんね、ここ。そうだな、遊びに関してはそこにそうだろうな。テンションはそのテンションでないと楽しくないじゃん、どうせだったら。うん、確かに。うん、そういうテンションで楽しめるから周りも楽しいし、自分が楽しければ絶対周りが楽しいっていうのが俺は持論だから、うん、ただこの際言わせていただくと、うん、カラオケの、うん、この間も拓磨の兄貴と話したんですけど、うん、もう書いたことあるんですよ、師匠と、うんうん、チカちゃんと、ね、ラストって言ってから何曲歌うのか正の字で、ああはいはいはい、11曲だったんですよね。あれも、まあ、みんな楽しもうとしてるわけですね。ああ、いや俺が楽しいんだよあれね、1曲歌って手応えある感じる時あるんだよ、音響とか、うん、そうそう、で自分でも、あもう最後のように結構うまく歌えたなとかさ、あこの歌より違う歌はまたいいの あるよなってさ、浮かんでくるんだよだんだんそうそうそう、あもう一曲もう一曲ってなっていく自分がいるのよその時はもう自分なんですよ。だそういうとこが長嶋監督っぽいじゃないですか。そうかな、集中しちゃってるんですもん。集中しちゃってる、あれ全員迷惑だと思ってそうだよね、いつも儲かりたいってね、あそうみんな持ってるのにな、あれだってそこまでが30曲ぐらい歌ってますからねもう今回は本当に一番いいエピソードでした、長嶋監督のいろんなの聞いたりしてきたけど、うん、その、うん、ひでちゃんのことね、うん、山本君っていう、いや本当それはね、あの石川さんがしみじみと言ったね、はいはい、で師匠覚えてなかったんですもんね、石川さんの名前。そう、うん、石川さん元気かな、元気だったと思います。もう大ベテランのエースですからね、当時TBSの、うん、だから余計俺に言ってくれたんじゃないかと思うけどね、うん、長嶋さんという存在はこうだよ、ちょっとあの見習ってくれた方がいいんじゃないっていうことを教えたかったんじゃないかな、勢いとそれプラスあればいいよみたいな、うんうん、僕師匠が監督やる前に、うん、僕ゴルフ場で師匠に相談したじゃないですか、うん、楽天から話来てんですけど、うん、どうしますかね、うん、どうするもこうするもないだろうお前、うん、ってみんな真っ黒と思ってるの白になるってあるじゃないか、うん、すぐ返事しろすぐ、うん、すぐに知らない、うん、で俺その日電話して、うん、米田さんって代表電話して、うん、師匠に電話して返事しましたっつって、うん、何日か後ですよ、うんうんうん、で俺監督やるんだけどさお前横浜来ないかって師匠じゃないですか返事しろって言った。いやそれはしょうがないじゃん、だからそれだってその時は話もなかったし、一気だから監督の話はお前本当にすごかったよ、まあ、高川さんって1ヶ月に1回ぐらいさ、なんか一期一会っていうのを作って、はい、息子の店で、吉田さんとかさ、はい、あと志野とか佐田岡とかさ、はい、みんな集まって食事会してたのよ、食事会やって、はい、で 3.11 の時とかさ、はい、炊き出しやったり、味の素スタジアムでそういうふうなことで話をしたりしていて、はい、でお前に監督やらしたいんだよなみたいな話までしたりなんかしてたんだよ、はい、ヤクルト終わって、はい、終わってその時から辞めたんだよな、監督辞任して、やりますよね、でその奥に GM に就任したんだよ、はい、びっくりするやん、そうですね、ちょっと飯食っててさ、はい、月に1回ぐらい会ってる人が、はい、急にそういう風になってもあの人は話しないんだよね、はい、教えないのよ、隠密権者なんだよまあ秘密主義者っていうかさ、はい、だからすごいんだろうな、うん、で突然ね GM になって DeNA という会社っていうのはとにかく若い会社で、はい、社員も若いし社長も若いしで球団社長になるやつはもう35歳っていうぐらい若くて、うん、とにかく若い監督で勝負したいという要請をされたらしいんだよな、うん、GM に就任して、はい、である程度工藤公康で決まってたんだ、うん、99%、うん、でしたね、僕らも聞いてましたもんね、あ本当、はい、俺も全然知らなかったけど、はい、それで交渉している間に徐々にいろんな交渉元で条件を出してきて、うん、この条件全部飲んだら球団としてやっていけないなと
いうことで GM はちょっと工藤は厳しいかもしれないなっていうんで俺のことがポンと浮かんだんじゃない、うん、うちにだよ、うちに庭になってる、自分のうちの庭になってる甘柿、はい、甘柿の枝ごと切ってそれでママチャリに乗っけてジーパン姿でうちに監督養成に来たんだよ、はい、ママチャリでそうだったんですか、ママスーツ着てとかじゃなくて黒塗りのハイヤーだったら さ, ったさそのぐらいの話じゃない、監督養成だった、そりゃそうですよね、そしたらこれ入ってきてうちのお母ちゃんに庭でおいしい山柿が取れたからっつってこれ食べてっつったら今考えればあれが契約金だったんだよね監督の契約金が、あの甘柿だった契約金も何もない会社だから、うん、で言った言葉が良かったよ、ここで話してた、なあ教師ちょっと今こういうことで、もし、工藤と破産になって破談になったら監督ということで、やってみる気はあるかっていうから、いつも言ってんじゃないですか僕やりたいやりたいっつって何言ってんですかってでも保険なんだけどその言葉がね今でも染み付いてるんで頭の中に保険なんだけどなって言ったら、あの子供は高田さんらしいなと思ってさ決定事項は絶対言わないからね決定とかさあれは言わない人だからさ念を押して言ってて最後に保険なんだけどなってあの子供ねよく言いますよねGMという立場の人いくら後輩でもそうそれであっという間のトントン拍子だな、その次の日にもうあの監督就任決定だ、俺の返事なんかまともに聞いてないからね本当に出ちゃったんですか、もうそれ もう決定だよ、うん、だから俺も慌てたよお前、人事とかさそういうのだってさ何もしてないよ、はい、あっという間だもん、でその1日後にはまあ、あの監督就任会見があるからってさ、いきなりあのレインボータワーじゃなくてなんだそのタワーランドマークタワー。あ、サンドマークタワー。サンドじゃないです。ランドマークタワー。ランドマークタワー。ランドマークタワーの一番の、はい、一応最上階でさ、はい、記者会見ですよ。もうすごい報道陣関係が、お前、カメラマンから記者から、はい、週刊誌から全社来てたんだから。はい、もう嬉しくなっちゃった、お前。こんな久しぶりじゃない、うん、あんな注目されるの。もう宇宙船だからさで記者の質問もさバンバン来るからさ、で中で一番面白かったのは今でも覚えてるんだけど、監督はですか DNA っていう会社知ってますかって言うから知るわけねえだろどこにあるんだその会社言っちゃったんすか、言っちゃったなでも爆上げしちゃって、もう熱気むむんですよ、あそうでしょうね、いやいや本当暑いぜって言ったんだよ、出てくるで。それがその年のキャッチコピーになったんだよ。ああ、球団のキャッチコピーは暑いぜになったのはそこだから。はそれ入団会見の監督就任会見だ。あれは楽しかったな。普通だったら10分ぐらいで終わるじゃん。そうですね。1時間やってたから俺。僕なんか囲みで終わったっすからね。そうだ。囲みで終わんでも3時間。しょうがないですけど、しょうがないですけどね。いや、本当ね。でも盛り上げたっすね、キャンプから。でも笑ったのはいきなりインフルエンザになったっすもんね。2年目でしたっけ、1年目の。1年目でしたっけ、1年目の1日。上から。1日目はね、えらあったかったのよ、沖縄は、はい。で、2日目だよ。2日目、もう俺、あれとか着ないじゃない。はい、あの 下ズボンとかさ、はい、なんか桃引きみたいな。はい、スパッツみたいなね。ああいうのを着ない人だから、めっちゃ寒くて1日経ってんの。ブル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 震えてんだけど我慢してたからさ。監督ですか、もう監督だから。気張っちゃってさ、一日我慢したけど、もう鼻水は出てくるしさ、止まんないんだよ、わかってか。練習見ながらでも。もうダメだと思った時にはもう微熱から本当の熱が出た、うん、それで、監督室帰ったらもうダメだっつって、先生来てくれて検査したらもう間違いなくこれはインフルエンザだ、うん、俺そういうのかかったことないからさ、うん、聞いたことないですもんね、うん、熱出したこともないから、うん、でもそれからもういきなり隔離だよもう隔離とかさ、ホテルから見てるの写真を撮ってこう、うん、一面になってあれだったお前高いから監督が一人で寝てないでくださいよってさ、練習場から電話来るからさ、分かったんじゃ顔出すよって顔出したやつがもうバチャバチャ取られちゃってさ、そうですね、でそれであ、センちゃん、星野監督が、はい、監督が沖縄でほらキャンプやってる、あそうでしたね、僕はあの時一緒にいましたから、うん、あそうか、いきなり新聞越しだけどマスコミ通してあいつらはテロかっつってさお
インフルエンザベランダから振りまいてんじゃねえか、あいつは菌を。あんなことさせるんじゃねえって言われてさ。センちゃんすいませんって言って、まあ話題提供することはね、本当にね、できたことが、俺は最高に嬉しかったね。いろんな話題、そのオリンピックの年だったりさ、東京オリンピックだったろ、その時に監督としてはいろんな格好したじゃん。それが毎日ね、取り上げてくれた、全社。マスコミ全社取り上げてくれて、ね、野球のキャンプのニュースがない、オリンピックばっかり行くんだけど、ね、俺たちもオリンピック応援してますよっていうようなメッセージを送りたかったのね。その方法として、マスコミ使って、こうやって使うんだったら、間違いなく伝わるなと思ってるし、で、キャンプも取り上げてもらえるじゃん。でしたね。両方やっぱりマスコミに取り上げてもらって、なんぼなんだ、プロっていうの。そうですよね。うん、そういうことを選手たちにも教えたかったし、それから少しずつ選手たちの意識っていうのも変わってきてくれてな。キャンプの朝の散歩というか、うん、海辺行った時の歌が、うんうん、そうそう、一番全部流した曲もありましたからね。そうそう、マンコーラスじゃなくて。一人紅白歌合戦って言ったな。あ、そうだったんですか、ね、新聞の見出しが全部こうやって、一人紅白歌合戦って言った。毎日、はい、何曲歌うかとかさ、はい、で歌本持ってくんだよ、新聞記者たちに。歌本3000曲ぐらい入ったやつ。もう向こうさんありがたいですよね。ありがたい。朝ネタができちゃうんですもんね、もう大きな一本。それはテレビ局と新聞が必ず取り上げてくれるから、うん、いつももう、技術なぎだったよな。でしたね。マスコミがね。あのカメラ撮ると、うん、もう、ちゃんとメディアだらけでしたもんね。うんうんうん、貢献できたと思うよ。だって、いくらお客さんが入ってなくてさ、いい野球やってるとかなくてさ、何の価値もないじゃん。どういうことですね、お客さんいなきゃ。もう、マスコミ。ギリギリ満タンになってたっすもんね、別に。そう。そんでも。最初6000、5、6000人しか入ってなかったけどな。それも、辞める時にはもう毎試合満席だから。そうでしたね。チケット取れなかったからな。嬉しかったね。そうでしたね。やるべきことできたなと思ってさ。恩返しもできたし、監督としても、このチーム作りも含めて、最終的にはいいチームになってっちゃうなと思ってさ。タイミングってあるからな。長くやるもんじゃないって。大体の、形作りとかさ、あれができたら俺ら役割は終わるんじゃないかな。5年、丸々5年やったんでしたっけ4年。4年ですよ、ね。長いですよね、4年。うん、4年。できたよな。まあ、2年契約、1年、1年。一回やりたかったですね、その、師匠の下で。まあ、まだチャンスないわけじゃないですか。その、自分がよく周りに言われるのは、またユニフォーム着ないんですかって言われると、いや、これ、この人っていう人が監督やらなきゃ、もうやりたくないんだと。偉そうに言うけど、ユニフォームも着る興味がないと。だからそれは皆さんに言っておくのは、中畑清っていう師匠がなれば、そこで呼んでもらえるなら師匠をこう神輿に担いで胴上げするっていうことなら、あの苦労で耐えれるんですよ。あの今風な中でこういう時代に合わないかもしれないけど、なんか理想系に近いチーム作りしたいなっていうのがあるよな。人作りも含めてな。そうですね。人がやるからさ、やっぱり人を作んないとダメ。そうですね。まずその人をターゲットに上げて、各ポジション、まあ、ピッチャー陣ならピッチャー陣、投手陣、野手陣の中にな、それを作り上げて、人作りしてチーム作りするという ね、段階を作って、理想系のチーム作りっていうのかな、ね、やってみたいっていうのはな、叱るのがいいとかじゃなくて、俺が叱った時に、監督が、師匠が、まあ、でもなあやつなんだけど、お前のこと思ってんだよっていう空気を作ったチームと強くて、監督が悪者になって、俺らが、監督も言うけどっていうチームを作りたくないっていう。チーム作りたいですよね、一回やってください。また熱があってな、そうこの熱だけはね、絶対投げてほしくないな、そうなんです、ね、この世界はな、そうですね、やっぱりスポーツの世界っていうのは一番は俺は熱量だと思うんだよ、ね、熱量をどういうふうに表現し持ち続け見せていくかっていう、ね、そうですね、それが伝わらないと、絶対相手は盛り上がってこない、そういうことなんで、盛り上がってくれないし、見てる人には伝わらないと思うんだよな。そうです。やっぱりユニフォーム着るってしんどいですもんね。しんでも俺楽しかったよ、4年間。勝てなかったけど、勝てないけれども、何かね、伝わっていくもの、メッセージを送れるものってさ、弱いからこそできるものっていうのを見つけ出したから、弱いなりの世界をどういう表現していけばいいんだろう。お客さんはどういうふうに応援してもらえるんだろう。ファンはついてくるんだろう。ファンは増えてくれるんだろう。っていうことを考えたら、簡単だった。諦めないことだよ。勝つことを求めて。なるほど。諦めない、最後の最後まで諦めない姿を見せ続けることができるかどうかだけの、本当にシンプルなベストだな。それが純粋に理解してくれてる選手たちが。それしか俺言ってないよ。あとタイマンプレーだけは許さないよ。
ていうことだけは、それは約束事として、 それがあったら俺はいつでもお前たちを切るから、でも俺も切ることになるんだからな、うん、いう話をしながらやってきたチームだからさ。都合も最初ファームを置いて厳しさを教えましたもんね、うんうん、もうあの外したらな、キャンプを外したらな、ね、うん、あんなに大事にされてるやついないもん、うん、そうなんですよね。素振り100回させたら壊れますから、人体切れますから、切れっつうんだバカ野郎って100回ぐらいしか振んないで一流のプレイヤーになれるかバカ野郎って、トレーナーいきなり怒ったのも そこからだもん。そんな選手お前俺はキャンプなんか連れていかないよ、外せっつって、うん、そうですね。で GM 大丈夫か今外したあいつ、今しか外せないでしょっつって、うん、それも最後には分かってくれたな。そうですね、 今じゃここまでなってくれたからな。だからファームでも一生懸命、うん、僕ちょうどあのその2軍監督やったんで、うん、筒子見てたら、うん、もうちゃんと練習してましたよ。ああ練習量もな、量やってましたね、うん、自分からやるようになった。そう翌年のキャンプからもう春のキャンプで全然変わった。そうでしょうね、居残りでも自分から、ね、居残って練習してたから、ね、ああこいつは変わるなと思う。もともといい選手なんだから。そうですね、うん、師匠あれですか、うん、最後に監督来たらやりますか。まあ最後の仕事かなとは思ってるけどな。もういくつになったんでしたっけ。66だ。70までにはもう一回勝負したいな。そうですね、66じゃないですね、うん、だから年齢的にはもう最後ラストチャンスっていう感じだから、うん、まあ、そういうチャンスがあればやってみたいなと思う。そうですね、まあ そうなればな、その時はいいタイミングでさ、うん、やってみようよ。もう僕もあの噂はいい噂ないタイプだけど、うん、師匠のおかげで9回戻れて監督までやったから、うん、グレーなとこもないじゃないですか、うんうん、胸張ってな、胸張って今見てるから、それが一番ですね、うん、だから師匠に呼んでもらえるような人生を送っていきたいっていうのを今もやってるからさ、芸人として最後にどうやって恩返しできるかって。そうですね、長嶋さんもそれで病気になっちゃったけどさ、でもいつでもそれを考えて最後までさやってきた人生だからね、うん、野球人で終わりたいじゃん。終わりたいですね、うん、それはあるんですよね、うんうん、だから師匠は親分でやっていくタイプの人、うん、僕はそういう人を支えるのが自分の、俺はどっちかというとデーデーが言ってるタイプなんだよな俺。いやタイプっていうの違うよ、支える方のタイプなんだ俺。ナンバー2にしたら最高の人間だって言われてる。参謀だよな、ね、日本を歩くと参謀。終わったらよろしいで、師匠ありがとうございました。